もして僕はそれできないの？どうして僕はまだ対人恐怖症なの？ってあなたを聞くのは、これは悪いの質問と言えましょう。リセッパ皆さん、おはようございます。本日の紹介したいのは、正しい質問を聞くということですね。昔ながら僕はもう前に言ったと同じの質問をずっと言って続けて、それを言ったからこそ僕はなんと自分の悪夢にうなされたということで、東京から帰りされた、ドイツに帰りされたということですね。当初僕はうつ病になって、なんと自殺未遂になったということもあったんですけれども、そして僕のコーチがやってきてくれて、何をしたかというと、自分を自己啓発というのを正解に誘ってくれて、そこから僕はいろんな知識や経験を重ねた上で、なんと自分の使命にしたのは、同じくの700万人の対人恐怖症者を脱出するということですね。もし現在あなたは対人恐怖症という悩みを抱えている方でしたら、最初はこちらの動画をご覧ください。そしてもしあなたはなかなか相談に乗る人はあまりなかった、自分の相談はいかがでしょう。それができるのは、直接に PM か下の概要欄で自分のウェブサイトが当たるので、そこにもすぐにスケジューリングは可能です。僕はいろんな SNS やっていますので、 Facebook や YouTube や、もう2番目の YouTube チャンネルも持っていますか、または TikTok、Twitter、Insta、LinkedIn とやっていますので、もしよかったら全てをフォローしてね。では、僕はそれできない、どうして僕はそれできないのってずっと聞きまくってると、何が起こるかというと、できない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 、前に言ったんですけれども、輸入法則によってこれはできなくなるというのは、どうして僕はそこできないと言ったら、僕はそのできないというには、その自分のエネルギーの全体をそのできないところに行くからこそ、自分は結局それをできなくなる、そのまあまあでキープするから。どちらかというと、宇宙はないというのは分からないからという言葉は、ただその言葉にね、その気持ちに気持ちが当たるというのは分かってる。でもどの気持ち、否定気持ちか肯定気持ちは、これは判断できないからこそ、ただそのエネルギーは与えることが分かる。だからこれはできないではなくて、成長させる の質問を切っても方がいいです。つまり、どうして僕はそれできないではなくて、どうやって僕はそれをできるようになる、どうやって僕はそっちの人をアプローチすることになる、どうやって僕はそこで成長するようになる、どうやってそれをしようになる。で、一番の鍵は、それどうやってだんだん聞くと、自分が分からなかったら友達とかを、親を聞いてください。ではリシェイパー皆さん、僕はこちらの動画毎日アップロードしますので、明日の課題なんですけれども、あなたの最大の力をみんなを見せたいと思います。もしあなたはそれを見たいなら、パチンと僕に登録と通知バットを押してください。またはその動画は良かったら高評価もお願いいたします。僕は思うのは、幸せは集まり、配りは世話ということで、友達にもシェアしてください。僕はこちらのチャンネル、だいたい対人恐怖症対策、タイマン対策、何を使おうか、それを戦おうかというとは、まあ、NLP とか、あと自己啓発、あとは何を使うね、LOA とか、まあ、威力法則とかですね、または心理学も使ったりしますので、かつもしあなたは自分のビジネスをちゃんとやりたいなら、 Facebook マーケティングにも教えてますので、もしよかったらその間この2つの動画をご覧ください。では次の動画で会いましょう。